どうもドッグトレーナーゆきです。今回は愛犬を長生きさせる4つの秘訣をご紹介します。ワンちゃんと暮らす飼い主さんなら誰もが願うことといえば愛犬の健康。一般社団法人ペットフード協会の調査では、現代のワンちゃん全体の平均寿命は 14.4 歳。飼育環境や食事内容、医療体制などワンちゃんの生活レベルの向上に伴い、昔に比べてワンちゃんの寿命はどんどん伸びています。とはいえ愛犬にはもっと元気で長生きしてほしいと思いますよね。そこで今回は飼い主さんが日々守っておきたい愛犬を長生きさせる4つの秘訣をご紹介します。愛犬の健康のために何をすればいいかお悩みの飼い主さんは、ぜひ最後までご覧ください。愛犬を長生きさせる秘訣、1つ目は消化の良い食事。食事は健康な体づくりの元となる大切な要素です。多くの飼い主さんが愛犬の主食にドッグフードを利用していると思いますが、愛犬に食べさせているフードはちゃんと消化されているか気にしたことはありますか？実は免疫細胞の7割は腸に存在しているため、腸内環境が悪化すると免疫力も低下。反対に腸内環境を良好に保つと免疫力アップにつながるんです。ドッグフードの原材料で特に消化の悪いものが、私たち人間の食品には使用が禁止されている粗悪な肉類。粗悪なタンパク源は消化が悪く、腸や腎臓に余計な負担をかけるため、消化不良で吐いたり嘔吐の症状がなくても栄養が十分に吸収されない場合があります。消化の良いフードを選ぶには、ヒューマングレードなど私たちでも安全に食べられる高品質な原材料で作られたフードを選びましょう。またお腹の調子を整えるには、ヨーグルトやバナナ、リンゴ、さつまいも、キャベツ、大根などをおやつやトッピングに加えても OK。 乳酸菌が配合されているフードもあるので、原材料をチェックしてみましょう。愛犬を長生きさせる秘訣2つ目は太らせない。人と同じく愛犬にとっても肥満は万病のもとです。肥満になると足腰の関節や心臓に負担がかかったり、糖尿病や呼吸器障害など様々な病気のリスクが高まります。その他にも肥満は体内で慢性的な炎症が起こりやすく、その炎症を抑えようと免疫細胞が働き続けるため、免疫力も低下しやすくなるんです。ある調査では適正体重を維持しているワンちゃんと肥満傾向のワンちゃんを比較したところ、肥満傾向のワンちゃんの方が最大で2年半も寿命が短くなるという結果も報告されています。愛犬の肥満の多くは飼い主さんの食事管理で防げるので、可愛いから欲しがるからと愛犬がおねだりするたびにおやつやご飯をあげるのは絶対にやめましょう。愛犬を長生きさせる秘訣3つ目は歯のケアを怠らない。愛犬を長生きさせるには歯のケアも欠かせません。ワンちゃんの歯は虫歯にはなりにくいのですが、その一方で歯周病にはかかりやすく、成犬の8割が歯周病予備群だと考えられています。歯周病は放っておくとどんどん進行する怖い病気です。重症化すると歯が抜け落ちたり顎の骨が溶ける。歯周病菌が全身に回ると心臓や腎臓など他の臓器にまで悪影響を与える危険性があります。そんな怖い歯周病を防ぐには、歯磨きを毎日すること。歯周病の発生源である歯垢はたった3日で歯磨きでは落とせない歯石へと変わります。お家でケアできるのは歯垢のうちだけなので、毎日の歯磨きでしっかりケアしましょう。愛犬を長生きさせる秘訣4つ目はストレス。愛犬の免疫力を下げる一番の原因はストレスと言われるほど、愛犬は日常生活の些細なことにストレスを感じています。愛犬がストレスを感じることは、大きな音、明るすぎる光、ドッグフードの急な変更、環境の変化、コミュニケーション不足、室温環境、飼い主さんの不機嫌、家族同士の喧嘩、長時間の留守番、睡眠不足などたくさんあります。その中でも菌やウイルスに対抗する抗体は
睡眠中に分泌されるため、睡眠不足は愛犬の免疫力に大きく影響します。大きな音や明るすぎる光、室温管理されていない部屋では良質な睡眠は取れません。愛犬がゆっくり休める環境を整えてあげましょう。また散歩や遊びが少なく運動不足になると代謝が落ちるため血行が悪くなります。血行が悪くなると酸素や栄養が全身に十分行き渡らないばかりか、体内に老廃物が蓄積されてしまうんです。小型犬だからシニアだからと体を動かさないのはダメ。スキンシップも兼ねて散歩や遊びで一緒に体を動かしましょう。この動画が参考になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。